スパです。わー、もう夜なんですけど、いやもう一日終わりかけてる。ここから24時間チャレンジです。ダッシュレイザン、ダッシュレイザン、そういうことですね。面白いこと思いついちゃったの。ママ我が家ぬいぐるみがいっぱいあるじゃないですか。最近地下にずっと放置されっぱなしでしょ。私の部屋に置いたらさ、置く場所ないじゃん、あんな数のぬいぐるみ。とでもうそろそろ処分しなきゃいけないのかなって思って、処分する前に何かできないかな、ぬいぐるみを使ってと思って。なんか川途中の空気が一気に冷えたんだけど、だから処分するとか言うからじゃあ分かったよ、ラストトゥーリーブぬいぐるみプールチャレンジ。どういうこと？ぬいぐるみプールの中にパパより長く入れたらぬいぐるみキープします。オッケー、俺の方が長くいたら全部処分していく、そういうことかな。全部かどうかは分かんないけど、本当に使ってないやつは売買してもいいかな。もしそれしたら、うん、ステファンさんが監督気づかもよ、気づかもよ、気づかもよ、そんなことされちゃう。もしパパが勝ったらぬいぐるみの整理をして、ただしカホセイが勝った場合は Nothing、 とりあえず今のまんまってことかな。これは負けられないかも。負けたらとりあえずまずやらなきゃいけないのは、プールにぬいぐるみを全部入れてください。はい、ほらそこに1個あるでしょ、ぬいぐるみ。ピピピピピ、それ誰よ。マイマイ、久しぶり久しぶり。アイシーちゃん、誰誰それ。アイシーちゃんですよ。アイシーちゃん、アイシーくん。まず地下に行こう、みんな。こっちはぬいぐるみ、あった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 、あったったった、いっぱいあるよ。ほらほら、こっちは、こっちは大丈夫。まあ、2階に行ったら多分いっぱいあるんだけど、とりあえずまず地下に行きましょう。みんなママプール用意してるんで、わープール真ん中登る。うん、我が家にあるでかっ一緒に入ってどんどん入れてって、すごい数になるから。うわ、このタコ懐かしい。めっちゃ出てくるよ。やばい、うんち。おーし、思ったよりあるな。うわ、ここにもいるよ、ここにも。ほら、イエーイ、天気にするシャラクセ。カイくんも、カイくんもぬいぐるみ、カイくんぬいぐるみですか。今ちょっと骨折れたみたいになってるけど、これちょっと待って、パパ待って待って待って。ちょっとプール割らないでよ、天井気をつけて、天井ちょっと天井マジ気をつけてって。そっち、くくく全然落ちてこないじゃん何やってんの、ゴムになってるから間から取った方がいいんだって。ゴムさえ落ちてこないな。すごい、我が家のぬいぐるみ。でも青は、あら、ラムちゃんも青が死んでる。どんどん行ってくれ。ラムちゃんが出てきた、ラムちゃんが死んでる。食パンもなんかぬいぐるみ扱いされてますけど、こんなとこ。ミッキーもいるじゃん、ミッキー、かわいい。ちょっと、この子はどうすんの。
ってなんて言ってちょっとちょっとちょっと言ってちゃんもいるよ、くもちゃん。ちょっとカイくん、ちょっとカイくん、ちょっとカイくん、ゴミ箱にカイくん、なんでこんなカイくん虐げられてんの。ここにもいた、シビあるはずだからちょっと集めに行く。袋持ってって。こんなにないでしょ。2階ある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 。ないよ。いや2階も結構あるんだって。まずね、ママたちのベッドルームになぜかあるのよ。毎日毎日連れてくる子がいるんだよね、ママが。どこよ、ほら。こいつは大事な子ですよね。チーニーは大事。そしてほら、チーニーベアがいる。ここの部屋 OK。 じゃあ次せいの部屋。なんでパジャマが落ちてんのよ。やばいよ、この部屋めちゃくちゃいっぱいあるでしょ。リヴァイ、ほら見て、すごいリヴァイ。めちゃんこいっぱいある。ほら、これも袋、これ足りないでしょ。そっちもある。パパ、袋足りない。これいらない。これいらない。なんでナルトもいいの。かわいそう、ナルトがもういらない。ベイビーミッキーはいるの。まだベイビーだよ。ベイビーはミッキーいる。あ、ベイビーミッキーはいる。パパ、パパ、袋足りないから持ってきて。あ、そこにもあった。あっぱ、あっぱ。やばいな、ぬいぐるみの数。カホちゃんの部屋に行きます。うわ、カホの部屋もやばいって。猫たちは見逃してあげて。ダメよ。でも全部我が家のぬいぐるみ全部だから。はい、ずっと抱えときな。やばい、うちなんでこんなぬいぐるみあるわけ。旅行行くたんびになんかぬいぐるみ買うんだよね、我が家。この子もやばいんじゃないのか。この子は最高だ。だってカナダに来て、いい家具買いに行った時に買ったぬいぐるみ。そうだよ。信じられないよね。やばい、ほら、いっぱい出て、ほらほら。ママの記憶が確かなら、この引き出しの中にも、ほら、あとママ、うん、パパ、ジェシャピアした。パパ、いなくなったの。またミッチ行ったんじゃない。入らない、まだ入らない。そんな、どんだけぬいぐるみ持って。こっちの部屋は、あ、オフィスにはさすがにぬいぐるみいませんね。ママがじゃあ何個か抱えてあげるよ。この3つ。オッケー、よし、よし、これで2階のぬいぐるみも全部ですね。え、袋を落とす。ちょっと待って待って待って。え、何する気。いい、え、嘘でしょ。やめてやめて、いい、やめてやめて、いい、やめてやめてやめて。じゃあ取っていくのめんどっちいいから。あ、めっちゃぶつかった。いくぞ。大事なやつもやるもんね。カホはね、大事なやつは手に持ってんだよ。めんどくさいじゃん。めんどくさいらしい。パパどこ行ったのよ。お風呂の中で隠れてる。え、隠れてる。じゃあみんなジャンプしたらいいんじゃん。あれ、いない、いない。あ、いる、いる。
よかったね、思いっきり飛び込んだよ。もしいる場所だったら骨折だからね。てか、あそこに落ちてきたやつ全部入れて、二人とも。やば、我が家のぬいぐるみプール、やば。パパも入っちゃったの？パパも入っちゃったの？じゃあ入った人はもう出られませんからね。あれ？せい出た。まだ入ってない。パパもう入っちゃったってことは出られないってことでいいのね、もうこのまんま。えぇ、多くて出れない。オッケー、じゃあカオセム入ってください。カオセム入ってください。なんか怪しい手が出てる。準備しないと入る。ね、カオセム、あ、シーがパパの大事なこれは自分で持って入るやつなんだって。大事なやつだからって。ちなみにカホちゃんが今大事なぬいぐるみ見せてください。スヌーピーとクマちゃん、誕生日に買ったミッキーちゃんと、前回の誕生日に買ったミニーちゃんと、いや違うよ、全然日本か。ママ座って。え、ちょっとリヴァイやめて、離れる距離に。ちょっとマジリヴァイ壊れるからやめて。違うぬいぐるみだったらいいけど。あと何だった？チャーリー、チャーリーとユニコーン。入ってください皆さん。どこ？どこ行くの？何？ママもう入っちゃったの？入ってない。二人はどっか行ったよ。まだ入ってない。いやもう入ってるよ。もう入ってるよ。出れない重くて意外に。なんかいるものあった？じゃあそれだけ持ってきてあげるよ。カイ君、なんでここに置かれてんだろう。ありがとう。お、今トイレが流れる音がしましたよ。パパトイレ行ったの？行ってないよ。カオセ、だいぶ時間経ってますけど、降りてきますか？はい。お、なんかいろいろ持ってきてるよ。え、何をそんなに持ってきた？なんかいっぱい物持ってきてるけど、何をそんなに持ってきたの？なんかセイがまた上がってったよ。まずおかしいやろ、なんで俺だけ全然準備できないの？え、だって入ってたからもう。すごい準備万端じゃないですか君たち。何？なんで死んの？おい、おかしいやろって、おかしいやろって。何やってんのか。えー、なんかいろいろ、なんかいろいろ、なんかいろいろ。あー、カオ大丈夫？カオちゃん、でもちょっと待って、あの子たちセイが持ってってくれる。なんか、パパはさっきからそのユニコーンが欲しいって言ってたんだけど。なんで？パパのカレーシープ臭くなるからダメだって。これならあげる。スポンジボブ、それ思い出じゃん。そろそろ入ってください、せいさん。負けになりますよ。入り方意外と地味。めっちゃ半袖なんですけど、ちょっと風邪ひかないでよ。芸術的なぬいぐるみプールの中で何をしましょうかね。24時間しっかり過ごすためのコツを教えてあげようか。はい、寝ることです。動画的に面白くないです。ちょっとね、どんなぬいぐるみがあるのか見てみましょうか。皆さん、俺はこれを持ってんだぜ。割と最近も一緒に寝てるやつ。じゃあ見てんだよね、ショーを最近。そうなの？返してって、パパ。
ました。え、なに、まさか靴下。さあっていうか、このクマちゃん布団状態じゃない？高いんだよ。あ、カホちゃん快適そうじゃん、いい感じ。下せよ、なに動けなくなってる。じゃあこれだけぬいぐるみがあるからクイズ、一人ずつクイズ1問ずつ出して、当てた人がいたら当てた人のお願い事を聞いてあげます。で、万が一2人とも答えられなかったら問題出した人にママがお願い1個聞いてあげる。どこでゲットしたかをとか何でもいい。こういう思い出があるぬいぐるみはどれでしょうみたいな、こういう風に好きですどれでしょうとか、答えが何かのぬいぐるみであればどんなクイズでもいいです。じゃあちょっと5分ぐらい自由時間をあげますよ。なんでお互いちょっと問題考えてください。よーい、ドン。これ世代の時だ。頭をぶつけて。これ遊園地でゲットしたやつ。危ねえ、それ出されたら分かんなかったかも。じゃあ私もう決めた。俺決めました。じゃあパパからいきましょうか。ぬいぐるみクイズ、ドン。このぬいぐるみは何の時に手に入れたでしょうか。あ、そういうクイズなの。俺はね、どうぞ。動画の企画でなんかお互いにプレゼントを買うみたいなので、せいやの私に買ったやつ。あ、なんかパパ見れた。私が言えなかった。すごい、顔で記憶力がいいですね。え、嘘、本当あってる。え、パパ答え何だったの。え、パパ、あの一日ユニコーン生活の時の。違うよ。結構前からあった。出さないよ。全然間違ってる。マジ？やばらしい、マルシー。だ、残念、パパ。逃げます。ということは、カホセ一個ずつお願い聞いてあげます。今じゃなくてもいいです。後からでもいいです。じゃあ後からキープで。うん、誰いきます？カホ？セイ？私が思ってるぬいぐるみは、はい、一色チャレンジで私がゲットしてる。カホ何色だったっけ？ちょっと探して探して。ふぅー、ふぅー。ちょっと、そもそも何色だったんだよ。ちょっと、水だよ。わからない。何色前かぶ。俺も自分のカラーは分かってる。何色？緑。せいは？おにゃさん。せいのカラーも俺は分かる。何色？オレンジ。オレンジ。うわ、ワン。あれと。もしかしたら2回ぐらいやってるかもしれない。いや、あれ、まあ、私が覚えてる方が。残り30秒でいきます。30、29。もう生は差が付きないですね。28、27。カホが探しに行きますよ。あでもね、言っていいですか、これ2回目じゃない。多分そうだと思う。いや、でも私が考えてるの。じゃあ、これは問題の時にもしそうなんだとしたら、ちゃんと1回目のって言わないと、1回目のって言わないと分かんないから、これも半分正解でしょ。ぬいぐるみで戦いが、ぬいぐるみで。あ、ちゃんとぬいぐるみだ。ちゃんとぬいぐるみだ。
たよ、床に。手ついたよ、床に。え？ちょっとまあ今のはちょっと動画に映ってなさそうだからな、まあ、とりあえずいいや。確かに半分正解なんで、半分だけお願い事聞いてあげますよ。どういうこと？じゃあ次、せいちゃんの問題。床をキャッチするタイプ？オッケー。だから、じゃあせいさんの質問、どどん。それは印象的すぎるんじゃないか、大丈夫か？いや、大丈夫。俺はちょっと待って、待って。いいよ、いいよ、いいよ。俺、うまい。だってその子。はい。これいつだっけ？早いもん勝ち？早いもん勝ちかな。じゃあ、かほちゃん、どうぞ。緑色塗ったところの家、自分の部屋の部屋替えみたいなのして、マカとママがなんか買ってそれと置いておいたやつ。いや違うと思う。もう一個前の家だと思うな。もう一個前の家の部屋を作るみたいな、引っ越してで、その時に買った。何のために買ったか言ってくれ。せーの部屋のために、部屋のせーの部屋の部屋に置くデコレーションのために買った。せーの答えは何ですか？1回目のせいちゃんのお部屋をデコレーションする動画で買いました。ってことはパパに 1.5 お願いきます。かほちゃん 1.5 お願いきます。あ、そうなの。あ、1.5 だって5ずつだよ。せいちゃん1お願い聞きます。え、0.5 って何なの？いや、言ってみて、例えば冷蔵庫にあるシュークリームみたいなおやつを今やってきた。じゃあ浜に来てもって聞く。こんなお願いもありです。1分だけ出てトイレに行かせてくださいとかでもいいですからね。じゃあ1時間出て。それはダメです。出る場合は1分以内です。なぜ？もういろんなぬいぐるみがありますよね。でもね、そろそろいらない子もいるんじゃない？ついでにさ、整理しようよ。せいちゃん、この子もういらないって。あ、それはもうガチでいらない。うん、で、これは寄付に回しましょうね。ナルトは卒業してる。いや、それいるよ、レイセ。ちょ、いらないのあったら。いらないのあったら。え、ちょっと待って、ラブちゃんの腕が腕が折れてる。戻してあげて。ラブちゃんね、めっちゃ高いの、この子。何ドル？いやだ。ちょっと言えないくらいのお値段で、なんでちょっとママには整理する勇気はございません。これとかもういいじゃん。うわ、懐かしい。懐かしい、プシンちゃん。これとかさ。これ。懐かしい、せいちゃんのヘアチャレンジの時に。この宝石がやばいよね、絵で。から出したものは整理しましょう。え、出せるものがあったら出してください。たら出してください。ラブちゃんはダメ。ラブちゃんはダメよ。え、ヨーダ自分のお小遣いで買ったのに。ヨーダ怖いの？ヨーダ怖いやつ。目が怖いんだって。クリーピーだから。じゃあこれも器具に回しちゃいますか、せいさん。Okay、それこそこのタコもいいんじゃない？ダメらしい、タコは。それはダメなんですよ。うわ、懐かしい、このさ、フリップするさ。そうだよ、これをね。流行ったよね。このこういう T シャツを学校に着てくと、みんなにバーってさ、おっぱい触る。そう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 。これも重いじゃん。ちょっと
つあるんだよ、ね、お世話になったけどな。ハートちゃんはいるよ。ママ、ハートちゃんはいるよね。見てて、見てて、うん、だったら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 よいっ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 。ナルトもいいの？せそう、ナルトは卒業しちゃったんだよね。スクナもキープ、スクナもキープ。これこれあれだ、ベアビルトアベアのユニコーン。これもう本当にすごい前。カナダの最初の。そう、前の前の家だ。これ名前なんだ。前の前の前ぐらいかな。前の前の前。カホって感じ。俺ですね。バオさんをどうしようかな。卒業するの。あー卒業。いいねこれ。卒業。ママ。はい。それは卒業。ブラっていうのはどうなの？キープ。キープ。ミニーちゃんもこの間会ったばっかりだからちょっと お別れできないよね。そう、ワニちゃん、そのワニ懐かしい、かわいい。これなんだっけ、覚えてない、覚えてない。あー、カキーさんが出てきたよ。ちょっとちょっと、ちょっと恥ずかしないって。何くんだっけ。シュウくん、シュウくん、なんでドレス着てるみたいな。ここまで言ってない。結構、いやでもなんか過去生にしては頑張ってると思うよ。あ、白くな。これも誰か知らないのがいいんじゃない。いや、よくまだ。いつも旅行に持っていくんだよ。あ、そうなの、もうお別れ。この子名前のないモンキー。前回整理しようかって言ってもう大揉めに揉めた子ですね。あ、でもやっぱりダメだ。思い出の終わりだ。あれ？それも思い出だもん。そいつも思い出だね。その子はいるな。よしは、あ、あ、それミキ。あ、あ、ミキ。バイバイ。あ、よしお別れだって。旅行とかで買ったものはいるだろうけど、やっぱ動画の撮影で買ったものとかは。そんな思い出がどうしてもないんだよ。うん。定理こんなもんなのかな？もし。この子いなくてもいいやっていう子が出てきたら出してあげてください。一旦自由時間ですか、この中で。ラブちゃんとね、ラブちゃん、ラブちゃん、大事にしないんだったらやめて。じゃあタブレットみたいに自由にしてください。してください。待って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 、やめてくれ。うわぁ、臭い。だってせいが今日一日履いてた靴下ですよね。皆さん、だいぶ時間経ちましたけどさ、そろそろさ、夜ご飯なんでゲームをしませんか。なの、頭の上にいっぱいぬいぐるみを乗せれた人が今日の夜ご飯を決めていいです。なるほど。ちょっと練習してみる。母ちゃんが練習してみせよ。1個、個数、個数です。お母ちゃん2個いった。3個いった。3個、1個、あー3個。大人の本気を見せるか。一人一回ずつです。パパからいきます。よーい、ドン。一個。お、うまいうまいうまい。ふーで飛ぶの。二個。これ三個無理でしょ。ぶわっすぎて。強く手離さなかった？の3個最後、最後。じゃあそれができたらいい。よーい、ドン。あ、十、九、八、七、六、五、四。ちょっと待って、結果ってやめて。はい、終わった。二、一、ゼロ。はい、終わった。うん。
それか渡せ。1個と2個やれいける。怖い。やれ。ふぅおいや。パパのテクニックにチャンスあげようか。多分ママはいいアイデアを浮かんだよ。この子を髪の中に入れちゃう。それで1個2個。いやいや。その角度じゃ無理かな。はい。同点です。パパとは同点。で、私のおいおいカを見せてあげたらいいじゃん。ちょっと待てよ。あ、押してしたり。おい、あんたら一人 It's not, it's called teamwork。 それあり？もう一個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 ちっちゃいのちっちゃいのなんかちっちゃいの手動かないでよ。どうぞどうぞ。いくよ。スジッとしててよ。4、1、2、3、4、5。ゴー！やった！4個！もう一個いけるって。今日の夜ご飯はスイさんが食べたいものにしたいと思います。スイさん何食べたいですか？ラーメン。分かんないじゃん。何でもいいですよ。カップ麺でもいいし、マックでもいいし、寿司とかでもいいし。いやー、強食マック。じゃあパパマクドナルド注文して。Moments later。マクドナルド待ってるんですけど、パパがちょっとカメラ回してくれって言うんでちょっと回しますよ。あのちょっとトイレ行きたいの。さっきの1分お願い出てもいいよっていうやつを使ってもいいですか？ちょっと待ってくれる？タイマーやらなきゃいけない。私やる。厳密に行くんすか？そりゃそうだよ。だって1分は1分だもん。でおしっこしたらもう戻ってくるよ。ちょっと待って待って待って、ちょっとカメラの電池一応変えていい？ A few moments later。 トイレ1分で間に合うの？まあ普通にあのナンバーワンのこと。3、2、1、ゴー。走ってたよ。あと50秒。パパトイレに入りました。今バンと音がした。トイレはあそこですね。3。もう残り30。これ帰ってくるの無理だね。残り30秒。30秒。あっ、あと30秒もつか。今1分だ、1分だ。パパもうそろそろ残り30秒。待って、うちらも1分使っていい。1分使うの？2人とも？いいよ。1分使います。1分使います。どうぞ。ちょっと待って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 、どういうこと？ちょっと待って、トイレ持ってきてない。今何秒あと。
怒った？パパが1分30秒使って、うん、なんで2人が遊ぶの？いやだってうちら1分使ったもん。うん。そうだ、もしカホ生たちが戻れてなかったとしても先に出てたのはパパになるからパパが負けってこと？そもそも1分半でおしっこ戻ってこれたの？意外にやっぱりもう2人が行かなくっても多分絶対戻れないよ。いやでもうちらが行った時にちょうど行けてたの。最後あそこでもう流して出ようとしてた。いや流してないよ。流してないよ。流してなくなったら2人流してるかどうか。流したい。ちょっとせん見てきて。いいよ。ちょっと待って、せん流してない。この人もうすごい。これ絶対流してなかったでしょ。